皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はアーツオブアイアンホーガンダム1年戦争モッド、ワンイヤーモッドをプレイしていきたいと思います。ギレン総帥編でプレイを始めて今回が3回目になるんですが、ここまで宇宙は順調に連邦軍を駆逐したんですが、地球上ではですね、特にアジア、ヨーロッパ方面で連邦軍がモビルスーツを投入してきていて、少し戦線が悪化してます。ご覧のように虫食いみたいな形でね、いろんなところで連邦軍の反撃を受けているという状況です。細かくこの後見ていきます。北米大陸の方はほぼ制圧完了してます。なので北米から一部の軍を連邦軍が反攻してきているヨーロッパ、アジア方面へと転属させていくという状況です。研究ですが、ドムの研究が終わってます。なので、ドムを量産体制に入っています。でゲルググも今生産の準備を進めていますので、この後ですね、ビームライフル、これの開発を、始めるために準備を進めていきましょう。はい。最初のドムの師団が降りましたね。ここにはガイアを入れました。まあ、ガイアはまだまだ階級が低いので、6手段しか率いることできないんですけども、強力なドムを使っているので、まあ、活躍に、期待をしているというところです。じゃあドムがどれほど強いのかっていうところなんですけどね、ドムご覧のようなスペックになってます。今右側左側ですかね、出させていただいてます。まあ、大体これがですね、どうだろう、ザクと比べるとかなり能力的にはアップしているので、このザックからドムへのマイグレーションの中で連邦軍が投入してきているジム、これをね、撃退撃破していければいいかなと思っています。では時間を進めていきましょう。デラーズなんかもですね、もう地球に降りてもらいました。相当苦しい戦いになってますからね、各戦線ね。連邦軍の潜水艦をポンペイで捕獲ということですね。まあ、インドの方はうまく進行進んでるので、戦果としては嬉しいですね。研究の枠ですけども、この後はですね、ペズン計画とか、あとは要塞強襲用、これらのモビルスーツの開発に進むこともできるんですが、やっぱりゲルググ系を進めていきたいので、ゲルググの開発を優先します。ここで簡単にですね、各指揮官の状況を報告しておきたいと思います。まずは、ガルマザビ大佐。まあ、ここでは元帥になってますけども、ガルマはですね、まずカリスマつけてます。これ、師団の回復率プラス 10% 入りますね。で、このガンダムモッド、独自の特性としては、北米方面軍司令、これついてますね。まあ、かなり強力なスキルになってますね。まあ、ただ残念なことにガルマはやっぱり航空機系のスキルになってるので、まあ、あの地上戦、モビルスーツ同士のファイトではあまり使えないかなっていうところはありますね。インドを任せていたシーマですね。見事、インドを平らげてくれそうです。これでインド方面のシーマの部隊、しかも大部隊72をですね、ヨーロッパ、アジア方面に回せるので、戦況が少し好転してくれるかもしれないですね。ヨーロッパが本当にもう陥落しそうな状況なので、ここに一気にシーマの部隊を送り込んで、まあ、劣勢をね、挽回していきたいと思います。ガイア、オルテガマッシュの黒い三連戦もドムを受領して前線で奮闘中です。はい。では、インドが完全に手に入りましたので、シーマの部隊、72師団を、劣勢のヨーロッパ方面へと転戦させます。一旦部隊を早く展開したいので、駐屯を選択しちゃいますね。で、生産の方ですが、ゲルググの生産開始します。
ゲルググを次期主力モビルスーツへと徐々に変えていきたいと思います。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、ゲルを使って地球上での一進一退、この戦いを制していきたいと思います。